はい、皆さんごきげんよう、オーディオファミリーです。はい、7本目です。7本撮り、こんばんちは。はい、もうちょっと朝なのか昼なのか夜なのかわからなくなってきましたね。はい、なんかマラソン、そうですね、すごいですね、なってますよね。はい、手がもうだいぶ、はい、先ほどから、そうですね。いや、みんなに楽しんでもらえればいいかなと思って、はい、週2本ぐらいに曲げとるんですけど、はい、もうちょっと多めに上げたら、そうですね、なんか楽しんでもらえるかなと思って、はい、ちょっと多めに上げようかなと思って、はい、まあ、自分のその手首の腱鞘炎も問わないと、はいはい、そのためには、そうです、はい、著作権もね、気に次第でガンガン上げていきます、ね、よろしくお願いします。こんなのあるんですか？お金にはなりません。はい、まあ、今日も一曲お付き合いください、はい、よろしくお願いします。この版の一曲目ですね。まあまあ、これはかなり代表的な曲でもあると思います。はい、まあ、どれもいい曲なんですけどね。はい、じゃあ、これいってみましょう。うん、はい、何曲目？A 面の1曲目で。なんて曲？どこ行った？曲名を知りたいな。ここにあるわ。よいしょと。あ、こっちの。んちょっと待って、これね、曲版とあれが合ってないよね、うん、そうな、あれちょっと待ってね、これに書いてないか、ジンバブエは2曲目やけど、ここにおるし、あ、そういうことね、なんか長い名前、うん、あ、じゃあ分かりづらい、これやったかな、ウェイクアップアンドラ…ちょっと待って、ここ切ろうか、ちょっと。あ、いいわ。じゃあ行こう行こう。じゃあ行こう。何曲目だったっけ？A 面の2曲目。A 面の1曲目ね。はい、了解です。はい、じゃあお願いします。はい、はい、はい。Oh,
気分が上がりますよね、レゲエは。ソーマチトラブルでしたね。先ほどちらっと放題、パソコンに中の、あれがついてたんで撮ってましたけど、もしかしたら放題はもう使えない言葉になってるかもしれないですね。ただまあ、あそこに込められた思いというか、サバイバルっていうのが本当にアフリカの人たちへの、ボブ・マーリーのこの思いがバーン詰まったっていう曲だったかなと思います。本当に楽しく聴けたかなと。で、相変わらずですけど、最近ほら、JBL で聴いてましたもんね。そうですね。今回ちょっと久しぶりの登場ですけど、フィンクですね。本当なんかいろんな音楽が非常に高次元で、そして楽しくなるっていうのが、まさに、まとめるとそうなるんですかね。そうですね。なんか言い方ありますかね、他に。今さん、それであれだと思いますよ。展示されてるところがまだ、いや、何でもあるんじゃないですかね。だいぶ出てきたんですかね。非常にお気に入りの、スピーカーですけど、楽しく、今日も聴かせていただきました。結構録音もね、こういった音楽も、やっぱレコード鳴ったら、音質もなんかいいような気しますけどね。まあ、CD は聴いたことないけど、なんとなくね、音質がね、悩ましいですよ。本当リマスターされてて曲数がなんか時々すごいと倍ほど入ってるのとかあるじゃないですか。そうですね。で、まあ、CD も捨てがたいですけどね、まあ、こうやってちょっとジャケットも楽しめますし ね、はい、今言ったみたいに確かにその音楽がなんかよく聞こえるって何なんですかね。距離が近いんですかね。そうですね。なんかまあ不思議ですよね。前なんか上手に言ってましたね。一曲一曲をなんかた、あ、そうですね、なんか大切に大切に聞く感じ。あ、はい、それなんかわかる気がします。別にそのハイレゾとかそういうもの、ハイレゾとかそういう PC オーディオとか全然否定するあれではないんですけど、やっぱりそう、PC オーディオとかそういうのって CD もそうなんですけど、手軽なんですよね。なんかCD を入れて再生ボタンを押したらもうかかっちゃうじゃないですか。でもアナログってなんかその取り出して乗せてなんかこう針を落とす、なんかそういう気軽に聞けないんですよね。半分いったら裏返しにしなきゃいけないですね。そういうところからもやっぱり一曲一曲結構大切に聞くのがもう最初からそういう感じなのかなみたいな、針を落とすところから なんでやっぱちょっとそういうところからもちょっと違うのかなみたいに感じますね。音楽聴くスタイルっていろいろあるんですけどね、はい、ちょっとまた音楽もう一歩楽しみたいっていう方はぜひ一度こう、オーディショップとかも来てほしいし、はい、アナログ版ですね、アナログは本当やってほしいなと思いますね。なんとなく、はい、面白いです。面白いですよね、はい、この不便さの中にある、ね、なんかね、まあこう言ったらもう元も子もないんですけど、やっぱりCD とかから見るとやっぱ邪魔くさいですよね、なんですけど、まあ本当にそういうところからもその一曲一曲大切に聴くっていうのが、ぜひね、アナログもね、はい、楽しんでほしいなと思いますね。はい、はい、まあ、というわけで、はい、今日も1曲、はい、お付き合いいただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。はい、チャオ。それはあんまり方法